福岡県や佐賀県各地では台風11号の影響とみられる被害が相次いでいます。佐賀県によりますと、昨日午後5時半ごろ、白石町の住宅前の道路で70代の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。屋根から転落したとみられています。また福岡市によりますと、城南区南片江で21歳の男性が飛んできたトタン板で軽傷を負うなど2人が怪我をしました。一方、倒木や看板が落下する被害も相次いでいます。風の影響でしょうか、歩道を塞ぐように大きな看板が落ちています。北九州市戸畑区では歩道に整骨院の看板が落下しました。怪我人は確認されていません。気象庁は引き続き強風などに注意を呼びかけています。